おっさんハイボールクラブへようこそ。今回はこちら、視聴者リクエスト企画、ザ・ニッカ・テイラードとザ・ニッカ12年飲み比べ。というわけで今回紹介するのはこちらのザ・ニッカ・テイラードとザ・ニッカ12年の飲み比べなんですけれども、こちらですね、視聴者様からコメント欄にてザ・ニッカの飲み比べを見てみたいというご意見をいただいたので、早速こういった形で動画にさせていただいたわけなんですけれども、実際ですね、こちらのボトル皆さんご覧になられたことがあるでしょうか。こんなの売ってんのぐらいの感じだと思うんですけれども、こちらのですね、ザ・ニッカ12年の方はすでに終売してしまっているんですけれども、現行型ということでこちらのですね、ザ・ニッカ・テイラードというものが販売されています。このボトルの大きな特徴として、まずですね、目を引くのがこちらの大きなコルク栓ですね。見ていただいても分かる通り、これ天然の木でできております。なかなかの重厚感で、厚みもあって木目もしっかりと出ています。これがですね、高級感あふれるボトルのオーラ感みたいなものをですね、さらに一層増してる感じがありますよね。そしてこの謎のへこんでるスリットみたいな部分なんですけれども、これは着物のですね、襟をイメージしているそうです。なので日本人和風というイメージがですね、このボトルデザインからも見て取れます。実際にですね、こちらアルコール度数はどちらも43度、そして 700ml ということでですね、価格は6600円、税込み。そしてここでですね、こちらの2本のボトルの簡単な概要を説明させていただきたいと思います。まずですね、こちらザ・ニッカ12年ですね、こちらはですね、ザ・テイラードの前に発売されていたニッカのフラッグシップボトルなんですけれども、ニッカウイスキーの創業80周年と竹鶴正隆生誕120周年を記念して作られた記念すべきフラッグシップブランドということで、華々しくデビューしました。こちらの構成原酒なんですけれども、ザ・ニッカ12年は余市のピートの効いたモルトと宮城郷の華やかなモルト原酒、そしてそれをつなぐ形で宮城郷のカフェグレーン原酒が使われているということになっております。それはこちらのですね、テイラードに関しても大きく変わることはないのですが、やはり構成原酒の比率割合が非常に変わっているということでですね、そのあたりの違いも含めてこの後飲み比べていくわけなんですけれども、このザ・ニッカ12年がですね、2019年終盤になったことでこちらのテイラードというものが登場してくることになります。こちらのザ・ニッカ・テイラードは2019年4月発売、このザ・ニッカ12年の終盤を受ける形でその後を継ぐフラッグシップボトルとして誕生しました。このザ・ニッカというブランドはですね、そもそもモルト原酒の比率が高いというのが一つの売りなわけなんですけれども、こちらのザ・ニッカ・テイラードではですね、余市のピーテッドモルト、宮城郷のシェリーダル原酒などがふんだんに使われているということが公式で発表されている。というわけでこちら多少概要を説明させていただいたわけなんですけれども、実際にですね、ではどれぐらい構成原酒味が変わっているのかを実際にストレート、トワイスアップ、ロック、ハイボールでテイスティングしていきたいと思います。というわけで早速ストレートでテイスティングしていきたいと思います。まずはこちらザ・ニッカ・テイラードをストレートでテイスティング。ああ、しっかりとアルコールがある。思ったより悪くない。さすがやっぱりね、ザ・ニッカって、まあ、その社名を冠してるだけのことはあるねっていう。香り立ちはね、割とビターさと華やかさが共存してる感じ。ああ、確かにこのモルト感が濃厚やわ。これ多分シェリーダル特有の甘みもしっかり感じるしね。で、あのアルコール辛さっていうのはまず感じない。本当に熟成感、樽感も本当に濃い味、割とね優秀で、余韻はね割とむちゃくちゃ長くはない。さっぱりしてる、スパッと切れる感じは。では続いてこちらですね、ザ・ニッカ12年をテイスティングしていきたいと思います。甘い。テイラードの方がどちらかというとビター感がある。これまずそのファーストインパクトで割とふわっと甘い香りが鼻こうをくすぐるっていう感じ。うん、
が12年の方がライトで、あと匂いに甘み、濃さで言うとねテーラードの方が濃い味な印象やね。正直ちょっと全く味が違うっていう、ボトル自体の形は同じやけど全然味が違う。ちょっと再度確認、やっぱり香り立ちは若干似てるけど、味がねブレンドが全く違う形になってるのって印象けどね。なのでほぼこれは別物なのかなっていうぐらいには、この感じ加水してどうかあるかトワイスアップで検証していきたいと思います。というわけでトワイスアップ完成です。早速こちらのザ・ニッカ・テイラードからテイスティングしていきたいと思います。香りがね爽やかな感じに花開いたっていう感じやね。やっぱりアルコール辛さとかはない感じで非常に軽妙な香り立ち。やっぱりこの濃い味でその甘みがちょっと開いてきたかなっていう、本当に飲みやすい、ドライスアップにしてねぐっと良くなったね。実際この価格6000を高いと思うかどうかっていうのが一つのポイントやと思うんだけども、これ割かし十分6000円分の価値はこの時点ですでにあるかなっていうのは感じます。ではこちらですね、ザ・ニッカ12年をトワイスアップでテイスティング。こっちは逆にねトワイスアップにして重厚な甘みになった、香りたちがすごいスイーティーな感じで本当に濃厚な甘みっていう香り出しがぴったりくる。トワイスアップにすることで最初に樽感、その後に本当に長く続く甘みで、またちょっとピート感が最後に来る感じで、実際にやっぱり甘みのベクトルも若干違うし、どちらかというとこっちの方が甘みの香り立ちが濃くなった。で、トワイスアップにするとこのどちらかというと印象に残るのはこのザ・ニッカ12年のピートの強さがわりかし前に出てきているので、飲みやすさでいうとテイラードなんやけども、そのウイスキー感でいうとこのザ・ニッカ12年に軍配が上がるかなっていう印象を受けます。ではこのままの流れで次はロックでテイスティングしていきたいと思います。では早速ロックでテイスティングしていきたいと思います。まずはこちらザ・ニッカ・テイラードのロックからテイスティング。冷やすことでこの爽やかな甘み、軽妙な甘みっていうのを冷やすことでいい感じに作用してる印象。冷やすとピート感が前に出てくるね。でその後に甘みで、余韻がその甘みがそのまま長く続く感じ、ピート感が前半その後甘みって感じで、しっかりとこのロックにすることでポテンシャルが高いのが証明できるかなっていう印象なので、割とねロックいいかもしれない。では続いてこちらザ・ニッカ12年をロックでテイスティング。若干弱くなったかな、ちょっとテーラードに比べると弱い印象。あ、12年は逆にねビターさが前面に出てくる、そのピートを凍というよりはこの独特のその苦み走ったビター感っていうのかなが割と前面に出てきて、甘みがテーラードほど主張してこない逆に。でその樽感由来やと思うこのビター感が割と長く続いて、最後の方に甘みが顔を出してくるっていうので、若干そのキャラクター性がロックにすると本当に異質で、これに関しては本当に好みになると思うけど、テイラードのこの香り立ちと12年ではまた違う感じはあるし、
なのでどちらにも共通して言えることはやっぱりこのモルト由来の甘みとこのピート香、やっぱりこれ余市モルトなんやろうね。そのあたりの共通する主張感っていうのは似てるけど、やっぱりちょっと味的には違うっていう印象を受けます。では最後にハイボールでテイスティングしていきたいと思います。ではラストにこちらをハイボールでテイスティングしていきたいと思います。まずはこちらザ・ニッカ・テイラードハイボールでテイスティング。ちょっと洋梨っぽい香り、爽やかな感じ。酸味とね甘みが共存してる。それが酸味が悪いんじゃなくて割と共存してることでさっぱり飲めるし、本当に甘みをうまく引き立ててしっかり喉の奥まで届けるっていう感じで、非常に美味しいハイボール。これロックハイボール冷やすと進化を発揮するタイプなんだなっていう印象を受けるね、非常に美味しいです。ではこちらですね、ザ・ニッカ12年をハイボールでテイスティング。こっちは香りが違うね、ハイボールにしても重厚な感じ、ちょっとやっぱり香りのタイプが違う。こっちもね酸味っていう意味ではね割と共通してるんだろう。ただそれとビターさがこっちは共存してる感じ。本当にブレンドの違いっていうのはまざまざと見せつけられるなっていう。ただそのどっちがいいっていうか、むしろ今回に関してちょっと言うのであれば、このノンエイジ化してるこのテイラードがかなり頑張ってるなっていう印象はすごく全体的に受けます。そのベクトルが違うけどどっちが美味しいって言われたら割とこれ意見分かれると思う。なので12年がもちろん悪いってわけじゃないんやけども、割とこのニッカさんはこのブレンド頑張ってるんやないかなっていうのをすごく思うところです。というわけで今回はですね、視聴者様のリクエスト企画ということで、こちらのザ・ニッカ・テイラードとザ・ニッカ12年をテイスティングしてみたわけなんですけれども、いかがだったでしょうか。こちらですね、実際に飲み比べて分かったことはですね、このザ・ニッカ12年からザ・ニッカ・テイラードへノンエイジ化したわけで、実質そのダウングレードと捉えられがちかもしれませんが、いやこのテイラードわりかし頑張ってるよねっていうのはすごくこの飲み比べで分かったことですね。できるだけ12年の味わいに負けないようにしっかりとブレンド力で勝負した一品と言えるでしょう。やはりこのザ・ニッカどうしてこんなに人気がないのかなというところで、割とねどこの酒屋さんでも普通に置いてたりする商品なんですけれども、個人的にはこの重厚なねこの木製のしっかりとした蓋は共通なんですけれども、この実際に焼き付け印刷のこのザ・ニッカというこの社名をちゃんと前面に押し出してるこの感じからして、人気がないこと自体がなんか不遇な立ち位置のボトルやなというのを実際テイスティングしてみて思いましたね。もっと飲まれてもいいんじゃないの、いや意外といけるよっていうのが今回のザ・ニッカに対する総評です。モッサンハイボールクラブではこういった形で引き続きいろいろな形でチャレンジしていきたいと思っております。コメント欄からですねこういった形でリクエストをいただければ、また答えられる範囲であれば引き続きやっていきたいと思いますので、いいねチャンネル登録もちろんよろしくお願いしたいわけなんですけれども、コメント欄にて感想などどしどしいただければと思います。よろしくお願いいたします。モッサンハイボールクラブでした。ご視聴ありがとうございました。